はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。マスターデュエル高額デッキランキング、はい、本日なんですが、視聴者さんからリクエストいただきまして、私ですね、マスターデュエル内でおよそですね、デッキ300、今計算したところ320個ぐらい作ってきてんですよ。デッキ320個作ってきた僕が選ぶ、高いデッキランキング、こちらを知りたいという声がありまして、ちょっと面白そうだなと思ったので、今回はランキング形式でね、今まで作ってきたデッキの中でとてもエクスペンシブな金がかかるデッキ、これをね、ご紹介していきたいと思います。トップ10をね、ご紹介していきたい。まあ一応11位今見えてるけど、まあ実際どういう風に計算していくかっていう計測方法なんですが、UR、まあ、UR を、2ポイントと、換算し、で SR を1ポイントと換算し、NR は考慮しないという感じで、このスキアクローっていうデッキであれば、UR が36枚、SR が2枚になってますんで、総合ポイントが74みたいな感じでね、こういうポイントで計算していこうというふうに思ってます。まあ、実際いくらかかったかはちょっと計測してないんで、僕が、ちょっとご容赦いただければなと思いますね。汎用カード、まあ、一応ね、増殖する G とか、エフェクトベーラーとか、まあ、そういう汎用カード、まあ、除いて計算するよりも、まあ、全部込み込みで計算した方がいいかなと思ったので、今回はもう全部まとめてね、総合ポイントを出していこうというふうに思ってます。僕が動画にした段階でのレシピ、になってますんで、まあ、今現状だとリミット違反してるようなデッキもあるかもしれませんが、この辺もご容赦いただければと思います。自分で動画大体見返したんですけど、抜けがあったらごめんなさい。コンセプトがあと同じようなデッキは省きました。例えばその結界像ピートバージョン 1.0 とバージョン 2.0 みたいなやつはまあ大体同じなんで、省きました。でね、1個先に言っとくと、トップ3くらいからなんか頭おかしいデッキが並んでくるんで、実質ですよ、実質10位から4位くらいがなんか高いデッキと言っていいのかなと思います。はい、早速、やっていきましょう。まずですね、11位ね、おまけで11位はね、スキアクロー。こういうさ、なんかその環境にゴリゴリ入るレベルではない、なんかちょっと一個環境から落ちたようなデッキをさ高くするのやめてほしいよね。規制前提でさ、コナンを多分パック実装してるからさ、こういうさ、なんか多分規制しないだろうなみたいなカード結構 UR にぶち込んでくるんですよね。スキアクローも結構面白いデッキではあるし、組み方によってはかなり強いと思うんですけど、環境かと言われると多分環境入りはあんましてないかなと思うんですよね。まあ、そういうデッキに対して、ライヒハート、ライフォビア、ライトハート、トライヒハート、これ全部 UR なんですよ。型おかしくないですか？型おかしいですよね。こういう人やめてほしいなというふうに思ってます。早速、第10位いきましょう。第10位、マドルチェ。これエクストラめっちゃ高いんだよね。全部使う想定で組んでる。3回くらい出すことあったんで、ここのね、マドルチエクシーズモンスターたち、これ全部 UR なんですよ。プディンセスショコアラモード、それから、まあ、グラスフレ、まあ、それからティアラミス、まあ一応2枚でも回んないことはないけど、まあ言うてそんな入れるモンスターもいねえし、結構やっぱ3枚くらい使うこともあるんでね、特にグラスフレとか、ティアラミスあたりは。なので、ここを全部揃えないといけないんで、めちゃくちゃ高かったです。あと、その当時はね、まあ、汎用カードも結構入れることができますし、1枚ショートが今意外とありますしね、マドルチは。だし、まあ、指名者系がガン積みされてたんで、まあ、ここも高くなる要因だったのかな。なので、マドルチデッキ使いにね、当たったら、ぜひね、もうすげえなっていう目で見てあげてほしいなというふうに思っております。はい、僕もこいつら3枚ずつ集めるのめっちゃきつかったんで、続きまして第9位いきましょう。第9位、ダイノルフィア。高い。高すぎる。これなんだっけ、どこでゲットしたんだっけな、なんか今もうねえか、シークレットパックでね、新パックで追加されたダイノルフィアっていうパーツなんだけど、もうメインパーツが軒並み UR なんですよね。まあテリジアとか、あと、それからまあドメイン、それからまあ、ケントリギナ、このメインパーツがもうほぼ UR で、まあ、一応僕の構築だと、このリリスとか入れてね、
あのドメインをセットしたり、あと、ヤブヘビをねセットしたりできるような構築にしていたんで、これが高え。とにかく高え。メインパーツマジ高くするのマジでやめてくんねえから。多分ねこれね、ダイノルフィア、あおそらく今後レクスタームとか、あとまあフレンジーとか、まあ結構強化が約束されているデッキなんですけど、ダイノルフィアってこれも多分 UR なんだよね。だからね多分ね、あのダイノルフィアを組もうとするとありえんほど高くなるから、デッキの中マジでダイノルフィアに手を出す人は覚悟した方がいいと思います。はい、だってこれ手札誘発ないんだぜ、このデッキ手札誘発ほとんど入ってないのにこの値段ってかなりやばいから、まあ高いねこのデッキはね。うん、続きまして第8位、第8位は覇王ダイノルフィア。ダイノルフィアに覇王を入れたらもっと高くなっちゃいました。そもそもさっき言ったようにそのダイノルフィアギミックがめっちゃ高いのに、あの覇王竜のね、あの魂っていうまあカードがその新パックで実装されまして、これパ、バトルトラジェクトリーっていう、これで実装された覇王竜の魂にさらにその合金用のエクストラにしてるんでね。だから例えばクリアスウィングのクリスタル版の方とか、あとザークとかもうガン積みしてるんですよ。だからねこれ UR 枚数頭おかしくて、まあ36枚っていうね、はい、もうブルジュワブルジュワブルジュワここに極まるみたいな感じのデッキになっております。まあ天国の王とかね、神戦とかもうガン積みされてましたね。だってもう汎用誘発さ、無限包容しか入ってないのにさ、このデッキ高すぎ、誰が組めんだよっていうね。うん、デッキ紹介とかドヤ顔で言ってっけど、これ真似した人誰もいないんじゃないかなっていう。そういうレベルのねデッキになっております。次第7位、第7位はヒーロー結構高いんだよね。これしかもさ、ヒーローってさボックス分かれてんすよ。一つのボックスじゃなくて、例えばエアーマンだったら入手方法が始まるのヒーローっていう10代系のねボックスだったりするし、バイオンだったらD ヒーローの方なんで闇をまとうヒーローっていう方だったりするし、これね結構めんどくさいの。集めんのだから総じてボックスを 2,3 個くらいまたがないと組めないタイプのデッキなので、それがめんどくさいねこのデッキは。うん、なんか1個のボックスを向きまくってればいいだけじゃなくて、そのなんかヒーロー関連のボックスを何個も何個も向いていかないといけないっていう、これがかなりめんどくさい。これヒーロー使ってる方はね、当たったら素晴らしいと拍手を送ってあげてほしい。もうとにかく多分好きで、ヒーローが好きで組んでて、その魂のデッキだと思うから、その使ってる人がね、はい、なのでねぜひね拍手を送ってあげてほしいなというふうに思ってます。続きまして第6位、第6位はね恐竜ですね。恐竜はねやっぱね強いんだけど、これかなり環境デッキとも渡り合えるパワーはあるんだけど高いんだよ。まあもちろんね、汎用のメインデッキはねそこまでなんかクソ高えっていうほど高くはないんだけど、言うてやっぱオビラプターと化石調査、ここがやっぱりどうしてもネックになってくるかなっていうのと、あとねこのエクストラもね結構ねやっぱ強いモンスターが出しやすいんで、恐竜って割と汎用モンスターボンボン出していくような感じのギミックになるんだけど、これが高いのよ。バロネスとかね、サベージとかは普通に出るし、あとは、ドルカとか、あとラギアとか、この辺の強いね UR 恐竜モンスターも、結構、恐竜じゃねえかこいつら、ドラゴンか、ドラゴン族モンスターも出るし、アポロウサとかね、スクラップライバーンっていう、経由地点だったり終着地点だったりするモンスターも、かなり高いんで、これもあとハカラマッサズがねガン積みできた時代のデッキなんで、これも高かったっすね。今やねもうマッサズの指名者が1枚になっちゃったからもうちょっと安くなるかなと思うけど、それにしたってやっぱUR だらけだよね。総合ポイント SR も結構多いから、恐竜って総合ポイント86ポイントっていう頭がおかしいね、値段となっております。続きまして第5位、第5位はブルーアイズデッキ。こういうデッキ高いんだよね。それなんかその大して環境デッキではないくせに、なんかこういうなんだろうな、そのファンが多そうなデッキを高くするのはコナミあるあると思うんですけど、ちょっとね構築は最新構築じゃなくて、もう僕が一番最初マスターデル始まった時とかぐらいのレベルで作ったデッキなので、
ちょっとね今の構築とは違ってて、まあ、今のだったらねジェットドラゴンが入ってたりとかラクイン遊具が入ってたりとかすると思うんだけど、当時はねハリファイバーが生きてたりとか、あと、VFD がね現役だったりしたので、こういうカードが入っていて、あのやっぱねブルーアイスデッキをね高くしてる要因はねこのトレードインと目覚めなんですよね。ここがクソ高いんですよ。まあ、そこまで汎用カードという言い方できないと思うんだけど、戦慄とかトレードイン、これやっぱブルーアイズデッキだと欲しくなるんですよね、この辺のカード。まあ、今だったら言うてその楽園融合とかジェットドラゴンとかあの辺の枠になるかもしれないけど、当時はこの辺のカードがないとちょっと回しづらかったので、こうガン詰みしてるんですよね、こういうモンスターが。でしかも、もちろん上級のブルーアイズモンスターは全部 UR ですから、この辺ね、まあ、レビオニア入ってるのは趣味だけど、まあディープアイズとかオルタナティブとかブルーアイズが全部 UR だし、メクスタラもね結構その精霊竜とかバロネスとかこの辺全部出るんだけど、この辺のモンスターが UR だから、まあ総じて高いくせにあんま強くないっていう高いくせにあんまり強くはないっていう、まあその環境デッキと渡り合えるパワーはあんまそう言うてないなみたいなぐらいのパワー感のデッキを高くするのはこれコナミですよね。だから多分なんか一番最初にねブルーアイズデッキを作ってランクマ潜ってボコボコにされてね、なんだこれって思った人いるんじゃないかな。まあ僕もそのタイプなんですけどね、こういうデッキを高くするのはちょっとやめていただきたいなというふうには思いますが、まあ性がまあ OCG でもまあ結構高いからレアリティ求めるとするならばね、まあこれはしょうがないかなというふうには思いますね。はい、続きまして第4位、第4位は怪獣かぐやです。これはね高いデッキとしてはやっぱこれ有名なんじゃない、結構やっぱ汎用、手札誘発もある程度やっぱガン積みするし、それからまあその未開域とかそれからこのアルファとか村雲のうちこの辺のモンスターが高いんだよね、めっちゃ。まあかぐや自体もそもそも UR だしね。まあこのデッキはまあでも割と環境と戦えるかと言われると戦えたので、なんだろう結構ねプラチナ1ダイヤ1達成しましたっていう報告もちらほら上がってましたし、しかもねあの高校取って強いデッキの典型例だと思うんでね、あのこのデッキは、お金をかける価値はあったかなと。まあ、今はねちょっとどうなのかなって感じはするけど、あの環境的にどうなのかっていう感じはするけど、まあ、使えなくはないかなと思いますね。はい、今の環境でも全然なんで、あの怪獣入ってるし普通にその相手のねモンスター処理する手段もまあ豊富ではあるし、まあ汎用的なまあランク8エクシーズみたいな、まあなんだろう、ランク8グッドスタッフみたいな感じのデッキなので、まあどの環境にもある程度は対抗できるんじゃないかなっていう気はするから、まあこのデッキはね組んでた人まあ言うて損はしないかなとは、個人的には思う。まあセッカがねリミット2になっちゃって、まあちょっと若干その対応力が落ちたかもしれないけど、今でもまあ十分強いデッキの中の一つなのかなとは思いますけどね、個人的には。続きまして第3位、第3位からはもうちょっと頭があのおかしいデッキが多いので、正直なんかナースのデッキみたいなデッキなんですよ、第3位から以上上は。だからもうここまでが真面目なランキングだと思ってもらって、はい、第3位いきましょう。第3位は手札誘発のみデッキ。はい、当たり前に高いですそもそもの UR が多いですから、手札誘発にはもうそれをガン詰めしてるんで当たり前すぎますね、これに関してはこっからはこういうデッキが続きます。無限保養でやるとかね、うららとか増獣以外にもね、例えばそのウサギとかサクラとかシグレとかまで積んでるんで頭おかしいだろっていうこのデッキで、しかもなんか大して出さねえくせにエクストラデッキもね UR のモンスターが多いからさ、まあ、言うてそのこういうそのモンスターたちを入れてるし、あと桜用にねデスフェニとかそういうなんか意味わからんギミックも入ってるんで、これ高いですね。はい、食わなくていいです、マジで弱いんでこのデッキ。はい、ちなみに僕はねこのデッキで第1回のデュエルスカップセカンドステージやってたんですけども、一勝もできずに終わりました続きまして第2位、第2位はオール演出アレデッキ、驚異の UR54 枚、 SR21 枚と、なっております。もうそもそもですね演出があるカードのみでデッキ組もうという、まあ、発想が若干おかしいんですけども、演出があるカードにNR のカード多分ないと思うんですよ。 SR 以上のカードしか多分演出なくて、
まあ、そうなってくるとやっぱ基本的にその全デッキ、デッキの中の全部のカードがあの SR 以上になるんですね当たり前に。そうするとこうなります。はい、まあ組む人いないと思うからさ、別にこんなもん高かったところでいいと思うんですけど、あまあ高いわ、当たり前すぎる。まあ演出がまたね、マスターデル運営の方で追加されたら、ある程度ね、アップデートがあって追加されてるんですけど、いくつかね、まあそういう追加が結構また増えたらね、オール演出ありデッキ、もうバージョン 2.0 まで多分やってるんですけど、バージョン 3.0 も、作っていこうと思ってるんで、ぜひね、お楽しみに待っていていただければというふうに思います。はい、そしてじゃあ次は、栄えある1位いきますか。1位。もう分かってる人もいるかなと思うんですけども、第1位はあれです。第1位。UR のみデッキ。当たり前すぎ。当たり前すぎ当たり前すぎるんですよ。はい。驚異の UR75 枚っていう総合ポイント、圧倒的150ポイントを叩き出したこの神デッキですね。はい、UR のみでデッキを組んだら最強なんじゃねっていう動画があったと思うんですが、そちらのデッキです。はい、まあこれはもう言わずもがなですね。まあ別に誰も組まないと思うんで別にいいと思うんですけど、こんなもの高かったところで、まあUR のみの縛りが結構きつくてね、あのシナジーを見出すのが意外と大変でした。そのまあランク8を頑張って出して、あのランク8ビートしようとしている、形跡が見られますがなんかそこそこ戦いた記憶あるけどな、このデッキ。なんかあの入ってるカードは割とパワーカードが多いから、そのパワーカードを使ってそのランク8してランク8で頑張って戦おうみたいな感じのデッキにしたと思うんですよ。だからね、なんかねそこそこ戦えた記憶はなんかあるな、このデッキ。またねちょっと UR が現状今増えてると思うんで、まあ、UR のみデッキ、バージョン、まあ、2.0、3.0 っていうのはね今後もやっていこうかなと、はい、いうふうに思ってますが、ぜひねちょっとチャンネル登録とグッドボタンを押してお待ちいただければなというふうに思っております。はい、ランキングは以上。まあぶっちゃけトップ3までは1位2位3位はめちゃくちゃふざけたデッキだったんであんま関係ないですけど、他の人にとってはね、あの4位から10位くらいまではそのデッキ、まあ、ある程度その存在し得るデッキだと思うんで、ぜひ参考にね皆さんもあのデッキ組むときにねしていただければなというふうに思います。以上です。また、次のランキング動画でお会いしましょう。何かリクエストあればコメント欄に書いておいてください。ではじゃあね。